どうも、ゼロイチゼロコーヒーチャンネルです。タクティクス動画運命の輪続きやっていきたいと思います。ことライム戦、運命の輪で戻ってきたところなんですけども、ことライムでですね、ちょっとね、システィーナさん全然鍛えてなくて守ろうとすると勝てなかったので、助けなきゃじゃなくて軍の被害を出さないことが優先だみたいなことをして勝ったんですけど、そしたらなんか肩書きがですね、ことなかれ主義者になってしまいました。ダサい。リラックス場行きますか。白亜の城塞交渉に来たんだったかな。テンプルナイトがいますね。名乗るが良い。ここね、レオナールに従うの嫌だよね。なんかまたレオ、ここが騎士団ロスローリアンが陣取るフィダック城、白鳥城とも呼ばれるように白亜の美しい城だな。だが見た目とは裏腹に難攻不落の要塞だと。確かにこの城を攻めるのは難しそうだ。ここで戦うことあったっけな。バールゼフォン、黒い方の人数ですね。よくぞ参られた勇敢なウォルスさんの騎士団。我がランスロット・タルタロス。してごめんとは言わない。聞こえちと請求。そうなのよ。レオナール請求なのよね。バグラム人の指導者ブランタ・ゲイカはガルガスタンとウォルスタンの争いには興味がないと仰せた。我がロスローリアンも同じ。これまで通り中立を保っておる。ああ、ありがたきお言葉。我が主もさぞやお喜びになられるはず。しかし、キコーラは我らロスローリアの力なしでガルガスタに勝てるとお思いか？無理でございましょうな。元より勝とうとは思っておりません。我らの願いはあくまで共存できる世界を作り上げる。されどガルガスタンは誇り高き民にございます。我らが他国の手を借りたとあれば、平和的な解決を目指す穏健派の者たちを窮地に追い込みかねません。なるほど。キコはバクラム人のように我がロスローリアに付けを回し、他民族の反感を込めることはしたくないと思ってたからな。これは面白い。はっは。おお、言うねえ、ランス。そのような少年少女を用いなければならぬほど追い詰められているのかとつい心配した。お言葉ではございますが、この者たちは若くとも立派な騎士にございます。ほほー。アルモリカ城ガルガスタンから解き放ち、囚われの身であった公爵殿下をお救いいたしました。またプリザロでは絶体絶命の危機にあったこの私の命を救ってくれたのもこの者たちです。ゴリアテの若き英とはそなたたちのことであったが、これは失礼であった。許され。それにしてもどこかでお会いしたことはあったかな。ああ、言っちゃうところですね。はっきり申せる。さあ、姉さんすごい臆しないな。た、前こっち選択したんだよね。言っちゃおうかな。大義の前であろうが支援を捨てい。無人だな、バーブ。焼き討ち。ゴリアテに反乱虫が潜んでいるという情報で攻めましたが、偽情報。おお、頭下げたぜ。もう少しゆるりと言葉を。何話すんだろうな。おお、レオナールが怒られるぞ、後で。あ、物言いたげ。やめとけ。何もあそこまでなさらなくても良いではないですか。ハボリも覚えていくか。は？はい。不定なれど頼むしようと。
仲の良い師弟、師弟かな。かつてのキコーラと同じように。ああ、ハボリム先生のお兄さんだね。事なかれ主義者のまんまだな。多分、前回クリアした時は、悪事に手を染めてないんだよね、多分。バルマムッサで、アオスルートに行ったんじゃないどうだったっけだよね。拒否したよね。ここで、めっちゃ雨降ってるけどね。いやー、とんでもないよね。王尺マジクソだな。とんでもないぜ。あーですね。おいしょ。抜刀術だな。早いな、ね。あら、ラビニスさんもなんだ。悪い顔になったね。だから今回は加担しようかな。ロールート行こうかな。戻りましょう。アルモリカ城かな。仕事してきたよ。ああ、支援。報告されてる。バルマムスさん。5000人殺したのか。とんでもねえな。正直モスバこのまま戦っても我々に勝ち目はない。戦力差がありそう。ガルガスさんが攻めてくる前にこの差を少しでもなくさねばならん。幸い今度の一騎をめぐってバルバトスと反体制派との対立が再び表面化した。重大任務だよな。お、レベル高いな。やりましょう。事なかれ主義者が通るぜ。ゴー。多いな敵。騎士レクセンテール。あ、敵前逃亡だ。修正度が低いぞ。ミナノムの奴ら反乱軍にこのボルド流行を越えさせてはならん。進め。ここは前線なのね。あ、なんかじわじわ来るね。姉さん行くね。いや弓強いな相変わらず。OK。出過ぎか。これは出過ぎだな。ちょうど届かん。弱え。ドラグン弱え。すごい武器装備してないこいつ。いいもの持ってるな。レベル差がありすぎるとやりにくいっすね。いいのにバイス別に。いい。対象を直接攻撃力ダウン。当たるかなこれ。よし、突っ込むぜ。この辺潰したい。強い。よいしょー。よいしょー。あー、ミルディ死んだ。ミルディー。くらえ。はい、よいしょー。バイス狙われております。痛い。痛い。あ、やばい。死んだ。このルートでは、いいやつになるかも。あー、死んだ。うわー。いいんじゃないこれ。ドハマりじゃないここ。ほら。はい、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 はい。ああ、いいよ。はい。あ、メルディー。ちょっとオーバーキルだな。やるしかない。はい、ショップ。どうしよう、もういっぱい死んじゃったよ。届かない。肝心な人たちに届かない。3人やれるな。やむなし。あー、ごめん。さっさとカード回収して終わらせないと。行動停止。
状態異常って結構必中だよな。あーはは眠い。よしじゃーん上ベース、やれやれ。ルインハーツ、そろそろ独占、あいいんじゃないか、いける。92 79 50、ここだとダンスがきつい。あダンス全然食らわねえな。ここにやっちゃいましょうか。はい、よいしょ。なんでダンス全然効かないんだろう。なんかいいの装備してる。あサークレットプラス1めっちゃいいじゃん。ラディッシュめっちゃ魅力的だな。チャームめっちゃ通る。あー仲間う、おそんなストーリーが。私の名を呼ぶお前はレクセンテール、お前こそまだ生きていたとはな。悪の強さ、何この熱いやりとり。その首取って死んでいった仲間の供養し、妖怪首を入れてやらないんかい。おいしょゲッ、めんどくさいなこいつ。お誰にやるんだい。いいね、もういっちょ。あはいよ、ラベリスさんやっちゃってくださいよ早く。うぜえ勝てーこいつ。とどめさしたい、そろそろ。とどめできるか。あやれるか、やれるぞ。81、あやれる、よし。はいよー、あー長かったぜ。厳しい。飛翔者の話、厳しかったぞ結構。あードラグバルタンも上がっちゃった。ドラグン上がったのでかいぞ。装備が増えたんじゃないか。あー11からだった。鎧は増えたんじゃない。よしだいぶ違うぞこれ。ちょっと増えたか。シャムシー特攻がついてる。人間と、あ、いいね、いいね。ちょっと強くなったんじゃないか。ね、ロームがそんなに強くないけどね。じゃあ、ちょっと時間もあれなんで、この辺で次の動画でお会いしましょう。バイバイ。